カルノサウルス類もしくは、肉食竜類あるいは、肉竜類,類は、大型の肉食恐竜のグループであり、ジュラキ及び白アキに生息していた。カルノは、ラテン語で、食肉、サウルスはギリシャ語でトカゲを意味し、肉食恐竜類とも訳された。元々はあまり相互に、関係のない大型重脚類を含んでいたが、現在ではアロサウルス及びそれに、直近の属の実を包含するものとなっている。 近年、ギガノトサウルスやティラノティタンといったカルカロドントサウルス科に属する非常に巨大なカルノサウルス類が発見されている。これらは現在知られている肉食恐竜の中では最大の部類に入る。カルノサウルス類の独特の特徴としては大きな目、長く狭い頭骨及び大腿骨が頸骨より長いことなど脚部と骨盤の変化が挙げられる。 現代の分岐学的解析による定義では、カルノサウルス類は、鳥類より、アロサウルスにより、近縁な最新の祖先を持つ、恐竜とされている。カルノサウルス類は、伝統的には、すべての大型肉食恐竜を入れておく、集積状のような分類群とされてきたが、1980年代から1990年代にかけての解析の結果、この分類群には、 体のサイズ以外の共通する特徴が非常にわずかしかないことが分かった。かつてのカルノサウルス類の大部分はより原始的な重脚類に再分類された。また他方でティラノサウルス類のようにより蝶類に近縁であるものはコエルロサウルス類に分類された。前者にはメガロサウルスかスピノサウルスかケラトサウルスが含まれる。中には ラウイスクス類のテラトサウルスのように恐竜でないとされたものもある。カルノサウルスは非公式の俗名である。1929年のフリードリヒ・フォンヒューネに起因し、しばしば恐竜のリストに見られるがおそらくは誤色によるものである。フォンヒューネは分類を行い不確定の残りをカルノサウルス類の所属不明に当てるつもりであった。しかし、それが出版におけるある時点でヒューネが 新しい俗名、カルノサウルスを創設したように改定されてしまったの、記述より。この名は、俗名としては存在しないため、学名記載もされておらず厳密には用いられない。ありがとうございます。